連絡運輸。連絡運輸とは、二つ以上の運送事業者間を経由する旅客、貨物を運送する場合に、関係事業者間で締結した契約に基づき、行われる運送業務のことである。旅客輸送については、複数事業者にまたがる乗車券、航空券、乗船券の発行と、内部的な運賃生産処理を行い利用客の便宜を図る。貨物輸送については、 発送地から到着地までの一貫した輸送体制と内部的な運賃生産処理を行えるよ客の便宜を図る。連絡運輸がされる運送事業者としては次の事業者がある。日本では鉄道事業者、または軌道経営者間か、鉄道事業者、軌道経営者と自動車運送事業者、バス、トラック、航空事業者間、または海運事業者、鉄道連絡船、 渡し船フェリー間の運送、運送協定の締結が多く、連絡運輸といえば単に鉄道、軌道の連絡運輸のことについて述べられることが多く、航空事業者間の場合は連帯輸送と呼ばれることが多い。かつては、鉄道、軌道の連絡運輸も、連帯運輸とも呼ばれていた。2013年現在、連絡運輸は、鉄道事業者、軌道経営者との鉄道、 軌動路線とのもの、航空事業者間のものが大勢を占めているが、国鉄末期までは、周遊券、一般周遊券の発売の関係もあり、国鉄から、私鉄の他に、民営バス、海運事業者へ、からの連絡運輸が多数設定されていた。地方のローカル私鉄では、私鉄駅から国鉄との接続駅周辺地区駅との連絡乗車券、連絡荷物、 連絡貨物取扱いなどが存在し、東京都内や大阪市内など、特定特市内への長距離連絡乗車券が発売されていたこともあった。例えば、太宰治による1944年刊行の小説、津軽では、上野から津軽鉄道線への連絡運輸にまつわるエピソードが取り上げられている。国鉄分割民営化後は、各事業者間の生産業務の煩雑さなどや、 貨物、荷物業務の大規模な縮小、廃止、自動改札機に対応する切符の発券機等の新設、マルス端末、鉄道電話等の費用や連絡線、留置線の維持などの問題から、連絡運輸を解消あるいは縮小している。例、品野鉄道。JR から、多市鉄、地下鉄、第三セクター鉄道へは直通運転の関係から、一応、 規則上は数多く設定されていることにはなっているが、私鉄側が一切案内していないために実際に発売しているのかは不明となっている。また、規則上は存在していても、JR 駅、私鉄駅相互の対象区間や、設定接続駅が30年以上前、1970年代の運転状況のままで、実際には利用困難、不可能なものなどがある。バス、 海運事業者との連絡運輸は JR バスグループ全体でもわずかに残る程度であり他の事業者も大幅に削減されている。一方首都圏ではスイカパスモといった IC 乗車カードやプリペイドカードの発展に伴いこれら IC カード特に IC 定期券に限定した連絡運輸は拡大の方向にある IC カード登場以前 首都圏における三者連絡定期券は直通運転が絡んだものを除けば山手線を挟んだ私鉄各線総合間など限られたものに過ぎなかったが2008年頃から旅客流動に合わせ一例を挙げれば関東鉄道上層線、東武野田線、武蔵野線からつくばエクスプレス線を挟み JR、東京地下鉄、都営地下鉄各線へといった多彩な連絡定期券が 発売可能となっている。このため、従来に比べ飛躍的に様々な経路が利用できるようになり、自動券売機での定期券購入時に、従来の路線名による経由表示では顧客による判断が困難な事態も起こり得ることから、東武鉄道のように定期券購入時に画面上の地図でルートを確認可能な自動券売機を設置する事業者も現れている。 航空事業者間の連帯輸送は、同一グループ間だけでなく、例えば、日本航空と全日本空輸の各グループ会社相互間でも連帯輸送契約があり、連帯輸送が可能である。日本では、鉄道、機動間での連絡運輸は、私鉄が制度化された当初から存在しており、芝山鉄道や横浜高速鉄道子供の国線のように建設当初から、 連絡運輸先事業者に業務の丸投げ、全面委託を前提に建設され、事業の免許または許可を受けた例があるほど、一般的な運送方法、協定である。連絡運輸の具体例は次の事例がある。なお、本校では、旧、国鉄の後ろ身である、複数の JR 旅客鉄道会社にまたがる場合でも一つの JR として記載する。 この事例は JR 各社で協定を結んでいるが、通常は連絡運輸とは呼ばず、連絡乗車券の形でも発行されていないことによる。ただし、JR 発足初期には、旅客会社の境界駅周辺駅の自動券売機で、境界駅をまたがる場合の他社 JR への乗車券が発売されていた。A 社 B 社 A 社という乗り継ぎが可能である場合に、 前後に区間の A 車線の営業キロを通算して1区間分の運賃を計算するように協定が結ばれている場合があり、この協定に基づく連絡運輸を通過連絡運輸という。JR が前期の A 車となる形の通貨連絡運輸協定は、中間に関東、関西、福岡の他車線乗り入れがある地下鉄を挟む形での一部の区間や伊勢鉄道など、旧国鉄、 JR 線を転換した第三セクター鉄道を挟んだ一部の区間で行われている。過去には中間に民間フェリー航路やバス路線を挟んだ区間もあった。基本的には連絡普通乗車券、連絡定期券のいずれも適用されるが、一方のみ適用という場合もある。JR 以外では定期券のみ取り扱いだが、東京地下鉄、東京メトロと東京都交通局、 都営地下鉄の間の一部ケロ、東京地下鉄、都営地下鉄、東京地下鉄、都営地下鉄、東京地下鉄、都営地下鉄に同様の協定がある。品野鉄道では、2015年3月の北陸新幹線金沢開業と同時に、並行在来線として分離されて加わった北品野、線と既存の品野鉄道線との間に、JR 新越本線、品野井駅長野駅を挟んだ。 通過連絡運輸が、JR 篠ノ井線松本駅市ノ井駅、長野駅、北品野線と与野駅を挟んで JR 飯山線と長野駅、北品野線妙高高原駅、越後ときめき、鉄道妙高和ネ馬ライン直越駅を挟んで、JR 新越本線長岡、新潟方面への通過連絡運輸が設定されている、北品野線や妙高和ネ馬、ライン転換前は、 新月本線の一部であった。また、名古屋鉄道、名鉄では、瀬戸線栄町駅名古屋本線名鉄名古屋駅、あるいは、金山駅についても、類似の扱いがある。なお、名鉄では、中間の交通機関の乗車券については、犬山線名古屋市営地下鉄鶴舞線豊田線、以外取り扱わないため、厳密な意味での通過連絡とは異なる。 2006年12月16日から通学定期券を除き廃止し、2009年3月31日付で完全に廃止した。JR の連絡運輸の取扱区間については、旅客連絡運輸規則、旅客連絡運輸取扱基準規定の別表に掲載されている。規定の冊子が赤い本なので、赤本、赤拍子などと呼ばれることもある。 国鉄時代から民営化初期は中央書院から一般に市販されていたが、現在は部内のみにしか配布されていないため、一般の利用者が確認することが困難な場合がある。一部鉄道事業者においては、運送約款とともに旅客連絡運輸規則を自社ホームページで確認できるようにした。東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線亀有駅。 鳥出駅までの区間などから、東京地下鉄、東京メトロ千代田線の北千住西日暮里の区間を経由して、JR 東日本山手線内の駅などまでの区間の運賃は通過連絡運輸の特例が適用される。なお、2007年3月18日開始のスイカ及び、パスもといった IC カード乗車券は、福岡市地下鉄空港線利用の場合を除いて、 通貨連絡運輸の運賃計算に対応していないため上の例においてスイカあるいはパスモを使った場合それぞれ区間の運賃を単純に合算してから一定額を差し引く上記の例ではこのように IC カード相互利用の場合だと乗車券購入の場合に比べて安くなる場合が多いしかし金町駅東日本旅客鉄道常磐線 東京メトロ千代田線西日暮里駅乗り換え、東日本旅客鉄道山手線菅も駅間など一部区間では IC カード利用の方が逆に多少割高。2009年4月、現在、金町駅西日暮里駅菅も駅は、切符購入より50円割高となる場合もある。他にも、などがある。また、前述の IC 乗車券を使った場合は、 通過連絡運輸は適用されない、後者は IC 非対応。かつては東武鉄道を挟んだほぼ関東一円の区間にも連絡乗車券が発売されていたが、一例として JR 総武線、西船橋、津田沼方面船橋駅東部の打線柏駅、JR 常磐線、北柏、南柏方面、2007年3月18日に全廃された。また、 2010年3月13日に、東海道本線、横須賀線、湘南新宿ライン、武蔵小杉駅が開業したことに、伴い、武蔵小杉乗り換え、東急東横線経由山手線、総合発着、上りと乗り換え、小田急小田原線経由山手線総合発着の、普通乗車券による通過連絡運輸は同日廃止された。定期券のみで、区間限定ではあるが、 A 社 B 社 A 社 C 社の連絡定期券もある。大都市圏以外では、両端の JR 線を結ぶ短絡路線として、特別急行列車などが運行される、伊勢鉄道、静急行等に通過連絡運輸の扱いがある。通常、乗車券は事前に購入しないと適用されないことが多いが、改札駅の生産所で、乗車券の変更が可能である場合もある。 上記の西日暮里接続の例が該当。東京メトロ東西線及び千代田線経由の通貨連絡運輸の場合、あらかじめ通貨連絡運輸の乗車券を購入して、おくと通貨連絡運輸区間外の乗り越しであっても、東京近郊区間内であれば、全区間を通貨連絡運輸区間として計算できる。切符発売に関する連絡運輸を実施している場合、出発地から、 到着地までの各事業者の乗車券等を1枚にまとめたものを発行することがある。これを連絡乗車券という。連絡乗車券は原則として乗り換え場所を限定し、双方の運賃、料金を合算するが、特定の割引、各社ごとの乗車距離が短く、最低運賃の合算で距離の割に割高になる場合などを行うものや乗り換え場所を限定しないものがある。 また、一部区間が複数事業者で重複する場合、特殊な計算をする場合がある。東京近郊の連絡運用を行っている区間の場合、スイカ、パスモやパスネット2008年3月15日以降、利用停止など、プリペイドカード対応者極道市の場合の乗り継ぎ割引は自動的に適用されるが、地下鉄の一部連絡駅などのように、 乗り換えに一度改札を出る必要がある場合は、30分以内に乗り継がないと割引や乗り継ぎが打ち切られ、次回入場時には新たに運賃が差し引かれることになる、首都圏 IC カード総合利用サービスの項を参照。JR が特別補充券で連絡乗車券を発売する際に用いられるコード番号のことである、7桁で構成されており、 旅客連絡運輸取扱基準規定別表に記載されている。連絡運輸には、自国内の事業者相互間にとどまらず、国外の鉄道との間でも行われている。例えば、欧州の場合、国際列車が各国間多数またがる場合も大いに多く設定されているため、必然的にそれが行われている。日本の場合1988年、 昭和63年7月から2015年6月まで、韓国との間で、日韓共同切符が設定されていた。2008年現在では、JR 北海道、JR 東日本を除いた、JR の主要駅から、新大特急、特急、新幹線などを使用して、下関駅、博多駅までの乗車券と、特急券、そこから富山までの船舶の乗船券、 そして、富山駅からソウル駅までの KTX、韓国高速鉄道の乗車券がセットされた特別企画乗車券として設定、販売されているものである。また2006年4月から2015年7月まで、コリアレールビートルパスという名称で、JR 九州高速線、博多港富山の往復乗船券と、韓国鉄道公社の路線が乗り放題となる。 乗車券がセットになったものも存在したが、格安航空会社の登場や、訪韓観光客の減少などで利用率が低迷したため、韓国との国際連絡運輸を行う切符は相次いで販売終了となった。また、太平洋戦争終結までは、日本各地から朝鮮、中華民国、 そして、欧州のローマロンドンに至るまでの国際連絡運輸が行われており、それら各地への切符を主要駅で買うことができた。戦前から戦中にかけて、日本から朝鮮、満州、中華民国、欧州の間では連絡輸送が活発に行われていた。日本から大陸へ渡り、シベリア鉄道を経由で欧州へ向かう、様々なルートが存在していた。最も盛んに、 大和連絡輸送が行われていた1934年、昭和9年12月頃のルートを示すと、下記のようになる。これらのルートの中では、富山、新京経由が欧州への最速のルートであった。東京駅15時発の特別急行列車、富士で出発。翌日9時30分に下関機。10時30分発の関布航路に乗り換え。18時に富山機。 19時20分発の休行、光に乗り換え、3日後の21時に新競技、12日後の17時にモスクワ、ソ連機、14日後の9時23分にベルリン、ドイツ機、15日後の6時43分にパリ、フランス9時にローマ、イタリア16時55分にロンドン、イギリスに到着していた。いずれも現地時刻。ただ、 ソ連政府が外交官、軍人等の政府関係者以外に詐称をあまり発給しなかったので、戦前の欧州渡航は、横浜北米大陸横断鉄道ロンドン、公定25日前後の東回り回路が一般的だった。他に、スエズ運河経由の西回り回路も存在したが、公定が50日前後かかる。ただし、西回りの日本優先欧州航路に乗れば、 日本食が提供され、面倒なシックも事務長が代行してくれるため、急がない客には好まれていた。なお1937年、昭和12年1月当時、東京からロンドンへは、普山、モスクワベルリン経由で 13,645km、運賃は1等795円、2等560円、3等390円だった。ちなみに、 当時の銀行員の初任給が70円、物価は時刻表一冊が25銭、コーヒー一杯が15銭程度だった。設定された特別急行列車、急行列車の中には国際連絡輸送に関わるものが多数存在した。代表的なのは特急富士と急行7.8列車で両列車とも東京駅下関駅間を運転し、 前述した富山への航路に接続していた。そのためこの両列車には、他の列車より優れた設備、一等展望車、洋食動車などがなされていた。また、東京駅鶴ヶ港駅間にも、同じく前述したウラジオストクへの航路が運行される。日には、臨時列車が運転されていた。連帯輸送契約の締結されている事業者間では、 出発空港で搭乗手続きを行うことで、預けた手荷物を乗り継ぐ空港で受け取ることなく、最終目的地まで預けることが可能である。乗り継ぎ空港で全便の到着が数分程度知恵にした場合は自便が出発を遅らせて、乗り継ぎ客への配慮を図ることが多い。自社グループ会社間での乗り継ぎの場合は、全経路の搭乗手続きができることが多い。自社グループでなくても、 全日本空輸、ANA、エアードゥ、アド、スターフライヤー、SFJ、ソラシドヤ、SNA、オリエンタルエアブリッジ、多くの5車倉互間と、ANA、IBEX エアラインズ、IBX の2車倉互間では、同様に、全経路の搭乗手続きが可能である。連帯輸送契約が締結されており、各航空会社の指定する乗り継ぎ時間以上の、 乗り継ぎ時間が確保されていれば、自社グループ会社でなくても、最終目的地まで手荷物の乗り継ぎ運送が可能である。この場合、搭乗手続きは各航空会社ごとで必要となる。予約も各航空会社ごとに行う必要がある。例えば、日本航空で出雲空港羽田空港間、全日本空輸で羽田空港八丈島空港間を同日中に、 乗り継ぐ場合、出雲空港での搭乗手続きの際に、ANA の八丈島空港行きに乗り継ぐことを申告し、同空港行きの予約がわかるもの、いいチケットお客様控えなどを提示すれば、出雲空港から羽田空港で受け取ることなく八丈島空港まで荷物を預けることが可能である。この場合、JAL の区間、出雲羽田を出雲空港にて ANA の区間、 羽田八丈島を羽田空港においてそれぞれ搭乗手続きすることとなる。さらに、ANA の区間となる羽田空港で搭乗手続きする際は、JAL、出雲空港で発行された手荷物引き換証を提示する必要がある。それを提示しなかった場合は、手荷物が積み残されるリスクが生じる。また、羽田空港と成田空港のように、 同一空港でない場合でも会社が指定していれば可能である。日本の国内線では、日本航空、JAL、日本エアコミューター、JAC、日本トランスオーシャン航空、JT、琉球エアコミューター、ラックの JAL グループ各社と、全日本空輸、ANA、ソラシドや SNA、オリエンタルエアブリッジ、オークとの間については連帯輸送契約が適用される。 なお、SNA ウォークなど国内線のコードシェア便を、ANA 便名で予約した場合は、ANA 利用とみなされ、ANA 利用時と同様に連帯輸送契約が適用となる。エアールー、アド、スターフライヤー、SFJ、SNA、ウォーク、ANA については、アド SFJ、SNA SF ウォーク、ANA の5車像互巻では連帯輸送契約は適用されるが、アド、または、 SFJ と JAL グループ各社間については連帯輸送契約は適用されない。IBEX エアラインズ、IBX は ANA との間でのみ連帯輸送契約を締結している。ADSFJ、SNA 多く ANA の5社相5間、または IBX、ANA の2社相5間では最大3区間まで乗り継ぎ区間のチェックインも可能である。 フジドリームエアラインズ、FDA、ク草エアライン、AMX の2社と、JAL グループ各社については、JAL グループ各社、FDA、AMX の各社相互間では、連帯輸送契約は適用されるが、ANA、SNA 等との連帯輸送契約は適用されない。FDA、AMX 運行便を JAL 便名で予約した場合は、JAL 利用とみなされ、 ジャル利用時と同様に連帯輸送契約が適用となる。なお、JAL グループ運行便と、JAL 便名の FDAAMX との間及び、JAL 便名の FDA と、JAL 便名の AMX との間の乗り継ぎの場合、コードシェア便であっても、運航会社ごとにチェックインが必要となる。また、スカイマーク、ピーチ、バニラエアなどの一部格安航空会社や、 新中央航空などのコミューター航空では、経費削減の理由から他社との連帯輸送契約を結んでいない場合がある。格安航空会社の場合は、自社との乗り継ぎであっても、手荷物を預け直さなければならない事例もある。ピーチのように同一の予約記録で航空券を購入しないと遅延時の変更や、払い戻しに応じない会社もある。連帯運送契約のない航空会社で、 乗り継ぎの場合は、乗り継ぎ空港でいちいち荷物を預け直すこととなり、遅延して乗り継ぎ便に遅れた場合であっても便宜を図ってくれないこととなる。航空貨物においても連帯輸送が行われているが、旅客の場合よりも乗り継ぎ時間が長くかかるのが普通である。韓国では連絡運送といい都市鉄道法34条に規定されている。鉄道法条では、 都市鉄道運営者が連絡運送をする場合には運営の分担や運賃収入の配分は当事者間の協議で定め、定まらないときは国土交通部長が決定することとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。